さあそれではコーナーに行きましょう思っちゃったんだからしょうがないはい皆さんが勝手に思ってしまったことや想像してしまったことを募集しておりますラジオネームファンタスティック原田、うん、太田さん漫画喫茶で小バナーさんとやっちゃった人なんだそれは <laughs> 小でコバナーんとやっちゃってんだよ俺は「<S, s 1でサッカー解説をしている、うん、福田正弘さんって、うん ピノキオが喋ってるよちょっとわかる。ちょっとわかる。なんだろう。テンション高い。テンション高い。うん。鼻高いしね。で、なんかちょっとこう、木でできてる感じがね、わかるんだよね。そうなのそうなんだよ。あの木でできてる感じがするし、なんだろう、顔の、そこ色かな。肌のこう、褐色に焼けてる感じの色なのかな。なんか木製っぽいんだよね。サンダーバードとか。もともとサッカーの。 サッカーの選<手>はいはい選手あれこの前は何だゃんああーちゃんうん、そうそうそうキューちゃんどうですかキューちゃんすげえいい人で、うん、俺がね楽屋っていうかあのとこにちょっとこう挨拶に行ったら最初キューちゃんって目がすごい悪いんだってああ<ー><目>サングラスして走ってって <laughs> ね途中で撮ったよね撮っちゃったじゃん。どっ <laughs> <laughs> つきサングラスをしかも途中で撮るっておかしいだろ。<laughs> うん、いやいや、普段コンタクトでね。<ー>で、俺が挨拶した時って、コンタクトしてなかったから。なんだか分かんない。分かんなくて、俺がお、うんお、あ、おはようございます、つって,言って。うん、まあ確かにちょっと5、6メートル離れてたんだけど、 もうすげえ顔で俺をこう見てんだけど、全く反応がないわけね。なんか、あれと思って。でもまあすぐ分かった。あ、これ、目が、この人は今、あんま俺のことね、見えてないんだなと思って近づいてって、あ、田中ですって言ったら、あ、すいません、ごめんなさい、つって、もう、あ、もうよろしくお願いします。だ、は。だったらその話を俺メインで。メインでその話だよ。テーちゃんがくなったら。いや、それで本当申し訳すいません、つって謝られちゃって。で、あの、なんか、 もうすごい、あの、今回、あの、リニューアルされてた。俺が、ね、司会になってから初めてのスタジオで、スタジオの雰囲気も変わってて。Q ちゃんだいぶ喋り滑らかになったね、あの人。ああ、そうですか。ええ。そう、だからなんかね、あの、田中さん司会やられるのすごくテンポがあるので、もう、私もついていけるか心配なんですよみたいな。いや、もうそんな、もうな。すごい上手になったね。うん。い。や、でもね、ハキハキ。あれさ、俺のことなんか言ってた。俺のこと。前見てない。 はい。聞けよ <laughs> 聞けよ <laughs> おかしいでしょもう何でもかんでも俺なんかこの人おかしいじゃねえかって言われるよ。<俺の S 1> <laughs> 何でもかんでも太田さん何でも別に俺もそんな会話を多くもしてないのに、<laughs> ね <laughs> 太田のことどう思いますか的なのを急に言ってもなんだそれはって思うでしょでも,でもこうなんか爆笑問題に関してとかさ。いや、長々と話をする機会があったらそういうこともあるかもしれないですけどね <laughs>。クイズやったじゃん。 はい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 、はい、あれさ三択だったでしょうんうんうん寿司うん寿司カー,ボキューちゃんはが外国でベルリンーちゃん以外のあだ名をつけられたそれが寿司かすき焼きかうん,んうえー天ぷらか天ぷらとかっていうなんかクイズだったじゃん,、うん、んあれでああ全然わかんないとかってお前言ってたじゃんあれってさでもこう出題者側としてはすき焼きうん っていう引っ掛けだよね、普通。なんつうの ?Q ちゃんで外国ですき焼きだったら。あーそれ引っ掛か,かってんのいや、それ、そういう仕掛けでしょ普通は。だノムさんはすき焼きって言ったわけだよでも、当てちゃったじゃん。うん。俺、だから今、<そ>今初めて、坂本 Q の Q ちゃんですき焼きソングってことか。Q <laughs> ちゃん外国で呼ばれたらすき焼き。今気づいた。そうだよね。全然気づいてた。今気づいた。引っ掛けすらも <laughs> できない、みたいな。愚かさだ。<laughs> <laughs> <laughs> って、俺は思って見てたんだそっか。あのね、ただ、なぜかっていうと、<laughs> まずね、まあ言い訳ではないんだけど、今本当に気づいたんだけど、あのー、あれなんだっけな、食べ物とは言ってなかったっけ食べ物です。食べ物。ある食べ物です。って言ったじゃないで、その時点でアスキ焼きだって俺は思ったんだよ。あ、そうなんだあの CM 前でした、ねうん。で、その時に、うん、あのー、 小島瑠璃子ちゃんでね、あの、うん、アシスタントでやってる女の子が、でも食べ物って外国だと大体すき焼き、天ぷらとか言いますよね、みたいなのをパッとこうし,し,してきたわけよ。だあの子は多分そもっと今18歳だからね、そんなあんまり Q ちゃんとかも知らないんじゃないあの、坂本 Q のことは知らないで。で、そこで、ああ、そうだよね。だから三択もすき焼き、天ぷら、寿司のこの3つじゃね、みたいな会話を、だからその時はもう坂本 Q とかも言ってみれば全然飛んじゃってるわけ。 食べ、食べ物で外国といえば、こんなのが代表的みたいな。でも日本で世界的な人が、外国でなんて呼ばれるかってっすき焼きだってパッと浮かぶじゃねえ、ま、食べ物ですって言われる。いやー、浮かばない。だから引っ掛けだよね、あれ絶対。そうだろうね。もう一個だからなんだっけそうだな。天ぷらかなんかなんだな。全然気づかなかった。俺は、寿司ターボかなって思って。寿司、一番寿司が有名じゃねえかなって。<laughs> ええ、すごいよね。ええ、あー、なんだろうなんだろう、全然わかんないみたいなこと言ってるから、<laughs> えちょっと待って、これ普通ならすき焼きだけどな、引 <laughs> っ掛けかなとかいうコメントの部分だろうな、と俺は思ってたんだけど。もうませう Q ちゃんは Q ちゃん。坂本 Q は坂本 Q。だから、そう。要は、高橋直子の Q ちゃんで、Q ちゃん以外のあだ名はっていう問題だったんだよね。うん。そうだね。 でも当たっちゃうんだよね。毎回当たっちゃだから。あの、だから、全部当たってんだかしら。あの、ロさんはちゃんと、思惑通りに、すき焼きって言ってんですよ。勘かん。でしてよ。本当に。あの、終わってから。やりがいがないわ。終わってからスタッフにね。うん。プラさんあれご存知だったんですかってスタッフの人が言われて。うや全然知らなかったうん。うすうん。うすうん。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 うくうん。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 っん。うん。うん。うん。 スタッフの人にててたんんっっかかってないんだもんだ <laughs> そこで言ってくれなかったら「あれ坂本九さんのすき焼きってひっかけだったんですけどね」って言わってくれなかったら言,う、ね、そう言われないからもう全然いやいやなんかいやなんとくなくね寿司したなくねラジオネーム「足利本願寺の子」うん「もしも篠山紀信が医者だったら、うん、ものすごくいいレントゲンを取ると思う」「<laughs> レントゲンお、ね、<laughs> ピントバッチリだよ、ね」<laughs> <laughs> ラジオネーム、公園のロケット。太大田さん、爆笑問題のボーリングが下手な方、こんばん。俺と大田さんは同じぐらいい。や、俺のがうまい。全然うまい。全然うまいよ、俺のが。いやいや、そんな、別に、大田さんも俺も、何度もやって百180ぐらい出しますから、俺。いや、常には、だ、常には、俺は知ってるけど、いや、大抵出します。大抵180、嘘。いや、大抵出します一回行って5ゲームやったら、そのうちの1個180は出ます。 うんまあ、だから、まあまあうまいのは知ってますよ、お父さん。まあまあじゃね、ええ。いで,、ええ、でも俺だって209とか出したことありますからね。それまぐれ。うん、<laughs> もう何がどうにか、何かがどうにかなって、塩谷春と山地徹が付き合っちゃえば、すべてが丸子おさまると <laughs> いや、あの二人は付き合うことはないし。山地さんもね。 まずは謝れって、なんか、あ、<laughs> アドバイスを、ス <laughs> 遠くからアドバイス。は面白いなぁ。<laughs> まずは謝れ。う面白いなぁ、あの人。<laughs> 何なんだろうね。<laughs> ラジオネームドリじゃ。うん。大田さん、泉ピンクをスリッパで思いっきり引っ叩いてくれる人。ごめん。するわけないでしょ。も,もし、尾崎清彦が、ひよこ好きだったらう。 尾崎ピよヒ,ヒコだ、ね。<laughs> どうも。<laughs> ピよヒ,ヒコ。尾崎ピよヒコ。尾崎ピよヒコ。いいな。ラジオネームシカトロック、うん。太田さん、巨人のオーナーになりたい人。こんばんは。まあ、正直、なりたいっちゃなりたいかな。<laughs> うん、なりたいっちゃなりたい。そりゃなりてえよな。うん バヌシがなろうと思わ、ね、馬主がなろうと思わない。全然。安室奈美のファンは、うん、巨人、沢村のファンを、沢村と呼ぶ。<laughs> いや、別に呼ばないと思うけどね。巨人もね、だいぶ。はい、だいぶ、あの、一時期のひどいトンネルは抜けつつありますけども。ラジオネーム、黒船。うん。 太田さん、番組の CM 中に、裏番組の悪口を言っている人、こん言ってますね。<laughs> 言ってないよ、別に。だって、裏番組なんか、見ないじゃない、だいたい。ね。もし、家業をこの世から消したら、うん、一番困るのは、キキキリンさんだと思う。ま、各地か子かね。どっちかだな。リン、リン。でも、リンだからまだいいよな。うん、各地か子は、チ、 チだよ。かちかこな困るなろ。かちかこはチだよ。そりゃ困るだろ。キキキリンはリンだからいいじゃん。女の子はリンちゃん。リンちゃんとかね。チだもん。ラジオネーム、フランスパン。太田さん持っているスニーカー、すべてのつま先に、ミミズがギッ。ああ、うわあ、やめて、やめて、やめて。 もしも東京都立魔女学園があったとしたら学園長は加賀まり子で会長は藤真奈美これは面白そうだ。面白いな。いや、いいね。東京都立魔女学園。そういうドラマって最近ちょっとなくなってきてね。藤真奈美さんが出るようなね。そういう芸人。何だって18歳的なね。そうそうそう。いいじゃん。藤真奈美さんが魔女学園の奥様は。 会長みたいな、そういうドラマないかな、うん、出たい。あ、出たい、出たい。そういうの。<ー>面白そうじゃん。ああなんか。で、<や>あの。主演は誰ですかねああ、いですかねや、まあ今だったりいや、さあ、なるとまたちょっと様子が違ってくる様子が違う。やっぱ今だったら普通に、あの、AKB の誰かみたいな感じの,の。魔女学園だよ。魔女学園だって、それ主役は正統派アイドルっぽい人がやるでしょ、普通。ちょっと悪女っぽい感じじゃないの、やっぱり。魔女学園じゃい、だか やるとしたらやっぱり明るい普通の正統派だよ。誰前だ。いや、まあ。そうしたらもうキュートとカン変わんなくなっちゃう。<laughs> 変わる変わるお前が出てきて前だうん、じゃあいいじゃん別に大島でもさ。大島うん。うん、あれ、いたのでも。だ、なんかわかんないけど、割と、ちゃ普通の正統派アイドルがやっぱ主演、主演じゃない多分。ラジオネームシ、シャレシャレイ EX。 大田さん、成田ブライアン、こんばんは。うん、女子騎馬戦でドラマを作るとしたら、騎馬の先頭部分は松下幸で決まりだった <laughs> <laughs> 松下幸、引っ張りだこだよ、どんなドラマ、ソフトボール。んなドラマ、企画の段階で通らねえよ。<laughs> 全部。騎馬戦のドラマってなんだ、それ。<laughs> あるか、それ。ラジオネーム、シカトロック。大田さん、毎晩、 とパンツい濡ねす人自分のおっぱいの好みが大きさから形に変わった時中山エミリの魅力に気づくえっ何て言のエミリちゃん巨乳だよね巨乳のイメージは全くないけどその貧乳代表みたいなことになってんの中山エミリってそれもないけどね チリほら、ちりちゃんとかはなんか品入ってからかわれたりしてるけど、中間んり見るって、うん、た確かに、あんまりそ微乳ってことなんじゃない形の良さ、うん。そうなんだ。それすらわかんないけどね。どうなんだかね。ラジオネームドリジャ。うん。大田さん。玉結びの番組成功のために、片玉を献上し,した人。こんばんは。 いやだってもう12年前だよ、俺が献上したの。そんな未来の、小島慶子が突然辞めるみたいなこととかも含めてだよ。そんなことを予想するわけねえだろうがな。しかもなんでそのためにやって玉結び、そのためにやってんだよ。え赤江玉尾って名前もじゃあ関連してんのかって話になっちゃうよ、その俺と。何かしら。ええ玉袋出てるから。おー、じゃあいいね、玉袋で。 十分だよ。<laughs> 俺はいいよ。そんな現しない <laughs> もし、宮本アモンさんがオカマだったら。<laughs> <laughs> もしだろ。<laughs> <laughs> もし、<laughs> 宮本アモンさんがオカマだったら。<laughs> キ,ャキャンたアーモンド宮本って名前だったと思う。<laughs> <laughs> 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 アーモンド宮本 <laughs> <laughs> アーモンド宮本いいねいい名前だよね <laughs> ラジオネーム <laughs> 辛口ひつまぶし、うん、太田さん田中さんこんばんは、はい、スギちゃんって、うん、オナニーをするとき、うん、天下の代わりにちくわでオナニーしてやったぜ <laughs> ワイルドオナニーだろう なぞと言いそう。<laughs> <laughs> <laughs> 言うわけねえじゃねえすぎちゃん今月曜日に、あの、毎回、毎週月曜日のいいともに、あの、すぎちゃんレギュラーなのレギュラーじゃないです。ゲストです。毎回ゲストで来てるんだけど、<ー>まあ本当にレギュラーみたいに毎週出てるんですよ。うん、<laughs> で、あの、いつもね、うん、はい、今日ゲスト、すぎちゃんでーす、バーって出てきたさ、うん、ね、ペットボトル持ってくるわけですよ、ちゃんと。クレ あの、まあ、一ネタやって、うん、まあ、はあいあ、じゃあそこ行ってください、みたいになるんだけど、うん、<laughs> この間のおとといか、昨日か、いいともまた出てきて、すい、うん、ちゃんです、ばーって出てきて、ペットボトル持ってきてんだけど、出てきて、えしゃくして戻りやがった <laughs> <laughs> みんななんかやるでしょ、つって。<ー>要はその、ペットボトルを置くとか、 もうやらなければ、一、うん、ネタも何にもやらねんで、今カツカツだからもうあのメンタルもな言われて、<laughs> ネタがもう完全にひからめちゃってて、もう。あやりすぎて。やりすぎて、何にもネタなくなっちゃって、もともとほら、まだ4ヶ月ぐらいのキャラだからな、あれ。キャラとして、ね。キャラとしても、だからネタがこう蓄積されてないから、<ー>でも普通に逃げるように帰ってくれ、いや、ちょっと待てってみなってう。なん、えー、かやれよって話になる。えー、ラジオネーム <laughs> ファンタスティック原田。うん。 太田さん小花さんとシックスナインしてる <laughs> もう気持ち悪いさっきからさ漫画喫茶でやっちゃったとかさやめてくださいもしカーボーイの人たちが演歌歌手になった時の曲のタイトルは、うん、太田さんが「北のカラス」おおいいね高橋さんが「ゲラゲラたそれ」いやちょっとそれ <laughs> ゲラゲラたそれ」は演歌でもどうなのそれ秋葉さんが「 ほら知る男優なるだ, <laughs> だそんな演歌ないでしょほら知る男優なるだ <laughs> 小花さんと原ちゃんはデュエットで酒飲み女と凍え男 <laughs> 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 酒飲み女と凍え男いいね田中さんが片玉一人旅 <laughs> 酒飲み女と凍え男 <laughs> ラジオネーム貧血満載 太田さん自分のチンコにエクスカリバーと名付けてるは強そうだねなんかエクスカリバーって何剣剣うんあのなんていうんですか抜けない剣ああ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 あんああああうああああああなああ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  ミノモンタがペロリンチョだったら、うん、今日もニュースをペロリンチョが決め台詞になってる。も <laughs> うペロリンチョだったらニュース番組やってねえよ、まず。そんなの。多分あのキャラでもないよ。ペロ,ペロさんとか言われて。<laughs> みんなにいじられて、ペロさん何やってんのよいや、ちょっと勘弁しちゃえるよみたいな。そういうキャラになってるよ、ペロさん。ラジオネーム、貧血満載。大田さん。猫に嫁さんを、 隠された人、こんばんは。<laughs> どう答えりゃいいんだよ、それ。<laughs> たまにびっくりするほど綺麗で形のいいおっぱいをしている男がいます。いるんだろうね <laughs> <ー>、うん。俺もだからちょっと太ってくるとやっぱ少し垂れますからね。やっぱ雰囲ンで。そう。嫌です。本当ないね、い本当に。本当に嫌です。そう。だからちょっと絞らないとね。今日縄跳び買っちゃってる。 <laughs> なぁと買っただけだろどうせ昨日も家の中をずっとあの動き回って家の中ドッとドと動き回っ汗びっしょり書いてやったりねしてますお詫びなど郵便番号1 0 7の8 0 6 6 t b s ラジオ火曜ジャンク爆笑問題カーボーイあのそろそろ熱くなってくるとアイスをどうしても食べたいのでその分 でその考え方が間違ってな、うん、アイスありきですよそればっかりはもう、ね、<初>食べないといけないの今ねまたねハーゲンダッツの期間限定のでマンゴーアイスが出てんだけどあるじゃんもともとマンゴーアイスはだけどバニラっぽいアイスの上にマンゴージャムみたいにホントにちょっと濃いめのマンゴーソースみたいなの乗っかってるやつがあるんですよこれがうまいこれがうまいです <laughs> <laughs> はい えー、イメールのアドレス。